こんにちは、この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日の一日一冊はこちらです。3時間半で国際的常識人になれる湯気づくの即習戦後史欧米編です。いやーね、私今まで世界史の本っていうととりあえず取っかかりとして、塩野亜美さんの本をお勧めしていたんですが、今日から湯気づくシリーズの本に変えます。湯気づくシリーズ他にも湯気塾の構造が分かる世界史、湯気塾の中国とアラブが分かる世界史などがあるんですが、とりあえず今すぐ使える世界史を学びたいなら、この3時間半で国際的常識人になれる湯気塾の即習戦後史欧米編が本当おすすめです。学校ではあんまり第二次世界大戦後の歴史って学べないじゃないですか。もうですね、これを読むだけでバッチリ理解できます。アメリカとかソ連とか有名ところだけではなく、イギリス、フランス、ドイツ、果てはユーゴスラビアとか、そういう国がですね、第二次世界大戦後どうしてきたかもよくわかります。しかも教科書のような難しい単語はほとんど出ない。要点と流れをうまく抽出しているので、ほんとわかりやすいんです。例えばソ連のリーダーはハゲ、フサの順番になっているとか、レーニンはハゲ、その後のスターリンはフサ、プーチンはハゲ、その後のメドベージェフはフサ、そしてまたプーチンに戻ってハゲなど、覚えやすいでしょう。いや本当、第二次世界大戦後の世界史を知ると現在の世界の状況がかなりわかります。本当ですね、読書家の皆様にはぜひ世界史を学ぶのをお勧めしたい所存ですので、最初の取っかかりとして3時間半で国際的常識人になれる湯気塾の即習戦後史欧米編読んでいただければと思います。欧米以外編の出版もお待ちしておりますので、湯気塾さん、よろしくお願いします。と、こんな感じでこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では、明日もまた会いましょう。バイバーイ。